では引き続いてグリッドを取り出します少し細かく設定しますさらにデフォームのランダマイズを実行します車輪よりも上にありますので 位置を調整しますさらにリジットボディの中からパッシブリジットボディを設定します衝突タイプがバウンディングボックスになっておりますので実際の形状にしますまたアニメーションの長さが短いですので少し長めのアニメーションに変えてあげます では、ヒンジコンストレインを選択して、モーターのパラメーターですが、先ほどちょうど閉じてたものがありますので、こちらがそうですね。では、モーターのパラメーターを入れてみたいと思います。トルクと速度を設定します。では、動かしてみてみたいと思います。 そうするとこういった形で動いているのがわかると思いますただちょっと自分が思っているような動きにはなっていませんそこで細かい調整を加えていきますまず最初にこのサスペンションの部分ですが選択して調整を行ってみたいと思います選択し バネの設定とダンピングを調整しますさらに停止の長さの位置を調整しますこれぐらいでしょうかでは再度アニメーションを再生してみますそうするとこういう状態ですさらに調整を加えてみたいと思いますこの 軸の部分ですが、こちらの重さが軽いためにサスペンションのような動きになっていません。そこでリジットボディ、リジットボディの編集でこちらの重さを適当に定義します。再度アニメーションを再生すると、なんかバネっぽい動きが出ているんですが、挙動が不安定です。これは車輪が滑ってしまっているためです。そこで摩擦係数を 調整しますこのようにタイヤを選択し、リジットボディの中からリジットボディの編集で、こちら、男性係数と静止摩擦係数、同摩擦係数を定義することができます。適当なパラメータを入れて、では動かしてみます。そうすると、このような動作になりました。 では、ここでちょっと前の方に進むように設定してみたいと思います。さらに、もう一つのヒンジですね。こちらの方を設定します。こちらではなくて、6番の方でしょうか。ここのモーターのパラメータを使用して、では、車を動かしてみたいと思います。 トルクと方向を決めますこれでハンドルの動きを制御できます落ちちゃいましたね、まあ、こんな感じになりますこのようにですねサスペンション付きのデータを設定することが可能ですもちろん 細かい制御というのはいくらでもできるかと思います。